蹴飛ばされる俺はずっと磨いたんだ。今に見てろやこれからだって書いた歌詞でできたゴミ箱にはボックスの山けどさ恨んじゃないんだ俺はダーダその気持ちを逆手取り育てた俺はファーマー2キロあの花を咲かすよりも叩き出す年に7桁の右にはゼロを出した弦の名前彼は言うま稼ぐようになったそこまでありがたいが誇るとこはそこじゃねえここじゃねえどこかエイこの切り抜けいただきってとこまで今のラップシーン見ればみんなかっこいいじゃ乾杯全員友達じゃねえってしのぎ削りほとばしスタイルウォーズそれがいいじゃあ重厚今誰のこめかみまあ最初はそうだろ憧れでもあれもこれもじゃん一体そいつは何のまで USAの主力レ日本製なのに中国製とか愛を込めて今言っとくぜじゃあそのセリフは一体誰に向けて吐くの手問いただすよ鏡見ては我にちゃんとオリジナルでイケてんやつはどれだけあれもそれも謝ろうか土下座で他人の曲切ってるやつらが8割強流行りのフロー焼きますだけなら儲かりそうねえ儲かりそういやどうかしそうこの火炎瓶放って放火しそう付き合いねえってもう脳なしとトイレで耳かきさっさんで控えでお目目が真っ赤かで本番見てみアップアップまあそういうやからもラッパーかうんでも俺はね別にいいよそれはねとにもかくにも盛り上げてくれよそれだけワイッときたいさあビットしな俺じっとしないじゃあお金のなる木に引っ越したいいやおしっこしたいだせえやつらが便器に見える水に映るてめえの顔ってやつにも言えるパクリアイバッカー吐いちまえよ楽になるフリースタイルバッカーじゃなんか出ちゃうあくびが流行文字通り流れ行きサッチャー中で残ったもんそれにやっぱまあ最初はそうだろ憧れでもあれもこれもじゃん一体そいつは何のマネ USAの主力レ日本製なのに中国製とか愛を込めて今言っとくぜじゃあそのセリフは一体誰に向けて吐くの手問いただすよ鏡見ては我にちゃんとオリジナルでイケてんやつはどれだけあれもそれも謝ろうか土下座で